皆さん、群馬県政にも大きな問題が浮上しています。高崎競馬場の跡地に群馬県が計画している巨大コンベンション施設、大きなイベントや展示場、国際会議の会場になるわけですが、なんと基本の計画が二転三転した上、高崎市民の公園や広場がいいという声には全く耳を貸していません。2万平米まで最大で拡張を目指し、建設には380億円かかると言われています。前橋のグリーンドーム4個分という大きさです。二転三転する中、一晩で100億円もの予算の規模が変わるなど、全くずさんな計画です。県民生活とも無縁です。このような無駄な箱物建設を中止、予算の使い方を暮らし福祉優先に変えれば、県民の暮らしや福祉教育を守る県政は十分作れます。昨年暮れの総選挙では、皆さんのご支援で日本共産党を大きく躍進させていただきました。今度の国会では質問時間も増え、すべての委員会に出席でき、ブラック企業の追及や労働法制の問題、待機児童の監視庁、リニア新幹線や35人学級の実現など、多様な問題で安倍内閣に迫っています。政治と金の問題でも、政党助成金の廃止法案や企業献金禁止法案を提出し、大きな変化を作り出しています。日本共産党が伸びれば政治が変わる。群馬県政においても、現在前橋と高崎で2議席ですが、伊勢崎で議席を獲得し3議席になると、県議会の中で会派を代表した代表質問が行え、議会運営委員会に委員も出せるなど、発言力が上がります。今ではコンベンション問題や鉄鋼スラム問題、全国に先駆けた中学校卒業までの医療費の無料化に大きな役割を果たしてきました。ぜひ学校給食費の無料化や、すべての学年での30人学級の早期実施取り組んでいきたい。また介護保険料や国保税の引き下げを求めます。国民年金でも入れる老人ホームの建設、8000人の待機者がいる中で急務になっております。昨年の春、消費税が 8% に増税されたときに、その理由として社会保障の充実が挙げられました。ところが1年経って介護保険料大きく上がる自治体が相次いでおります。この伊勢崎市では月額基準額で1116円上がることになります。ところが介護保険の利用は非常に介護認定が厳しくなっているという声があちこちで聞かれます。また私の知り合いの息子さんは介護施設で働いておりますが、今度給料の減額を通知され、非常にがっかりしているそうです。このような逆立ちした政治を、ぜひとも暮らし福祉教育優先の政治に変えていきたい。これが私の政策であります。皆さん、よろしくお願いします。